4.3 リットルです。で、今入ったやつが 2.93 入ったから、はい、10-3=7。ここですね、マグロ中こっち丼とそばが一緒に 1.37? あ、さっきそういう感じだった。 1.39 とか。おお、わピッチャー、ドンピシャだった。この赤いやつに入ったら残り 1. 何リットルとかだって、 1.3 とか 1.4 だったかな、調べたら。だから1リットルだと思えばいいはず。1リットルで多分細かいのは置いといて50キロぐらいは走りそうだから。すげえ。一応これが入ったら、赤になったら50キロもあれば探せるでしょ。ガソリンの入れ方なんですけど、まあ、ちょっと開けて、これ鍵がついてるんですよ。鍵開けますね。ご希望する油種の給油条件を選択。レギュラー満タン、はい、こんな寒いので静電気タッチ、タッチで1000円で7リッツ。よろしければ、確定を押してください。入れますね。エンジンが停止しているかどうか。エンジン停止してる。うわ、もうこれ以上入れたら溢れそうですね。ね、溢れそうだね。溢れそうですね。400円しか入らなかった。びっくり。もうほらほぼ満タンでしょ。満タン。ほう、はい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 。で、一応今計算したいわけ、これから。ほう、今ギリギリまで入れて400円で、2.93覚えておいて、2.93 で403円。ここが大事ね。だから大体もう空だなと思って、お釣りとこで空だなと思って入れても400円という。うーん、で、今何キロか見てみて。389。はい、ですね。389。はい、じゃあ次。それでどうなるかを今度検証します。じゃあ行きましょう。はい、このクロックス株が付けすぎになるっていうのを見る、うん、でクロスカーブガス欠になるっていうのを見たから、うん、俺普通バイクってこうなってリザあのこれキュッてやったらちょっと残ってるやつが予備タンクっていうのがあるんだけど、うんうんうん、ないみたいだわけよ。えー、でえー、ってびっくりする話じゃないんだけど。そうなんだ。だから普通ない車にないでしょ。ないじゃバイクってもともと
あの燃料ゲージがないってことで振ってチャポチャポってさせてて入ってるか入ってないか確かめて感覚的に、パッてガス欠したらキュッてひっくりあのコックやったら残りちょっとだけ、これダイビングも昔そうだったわけよ、空気吸ってて空気があなくなったと思ったらカチンってやったら残りもう帰らないといけないから、ね、だけどもこんな感じのやつがあるのかなと思ったらないみたいで、予備タンクひまわりのやつじゃない、お客様相談センターホンダの、ホンダのお客様相談センター、燃料タンクは 4.3 リットルです。赤枠に入りかけた時の燃料残量は 1.37 ですって書いて、うん、さっきの燃料タンクの容量は 4.3 ですって書いてあるわけさ、クロスカブね、ほら燃料タンクは 4.3 リットルです、だから 4.4.3 リットルです。で今入ったやつが 2.93、 ここが大事ね、 2.93 入ったから、はい、10-3 は7 2 3 1.37、 うん、さっきそういう感じだった 1.39 とか、おお、わピッチャリードンピシャだった、ドンピシャーすごくない、すげえ、燃料ほら針が赤枠に入りかけた時の燃料残量は 1.37 です、本当だった、あ数字ってすげえ、ちゅうさ今本当だとさ今ね入れたやつが 2.93 入ったんでしょ、うん、間違ってないよね、 4.3 リットルなんでしょ燃料タンク、だギリギリまで入れたささっき、はいはい、4.3 で今入ったのが 2.93 だから残りは 10-3 は7 2残って1で3 3から2か 1.37、 おおすげえもんだ、すごいです、あの実証してしまった、ちなみにここは蕎麦屋さんです、もここですね、マグロ中落ち丼と蕎麦が一緒に食べれます、マグロ中落ち丼と蕎麦が一緒に食べれるんですね、で今バナナジュース、今日は売り切れだそうです、ドライグースもあります、食べてください、うわわさびすげえ、うん、ではいただきます、美味しいか食べてみて、俺はカメラ持ってるから食べれない、こっち片付けとく、では初の中落ちのクロといただきます、普通のリアクションでいいと思います、普通に美味しいから、あったかいご飯だ、うん、あご飯があったかいわけ、うん、じゃない、うん、あそれは情報、あそっかそっか、うん、あったかいご飯なんだけど、どんだからな、美味しいです、はいはい。